日本の女性漫画家大学時代に少年誌にストーリー形式の漫画を投稿をしていたが、うまくいかずに一旦就職し、就職先の会社で社長秘書を務めるなどしていた。そんな中、ハムスペを見つけ、社長秘書の仕事が結構暇を持て余していたこともあって4コマ、漫画ならいけるのではないかと思い、仕事の傍ら、 改めて4コマ漫画を中心に投稿を始める。デビュー権を持たない、軽微な賞を何度か受賞したものの、特に進捗がなく、面倒臭く,くなって、おまけと書いたネームを30ページほどの送り込んだところ、やる気を見込まれて、掲載以来の連絡が入り、デビューにつながった。思春期の頃によく読んだ作品に、悠々白書、流浪にシン明治喧嘩クロマンタン、 方針に演技、光の号などを挙げている。また、児童文学作品や純文学作品はかなり読み込んだというが、特に継続して購買した作品として、スレイヤーズとフォーチューンクエストを挙げている。なお、デビュー前の社長秘書時代を描いた読み切り漫画、社長秘書の実話漫画によると、かつて社長秘書として勤務していた会社はその後に倒産したらしく、 減損しないとのこと、ありがとうございます。